必ず伝えてくれ。次の土曜日の夜10時、ナイトキッズの中里がアキナさんの頂上で待ってるって。勝負は下り一本。調子に乗って妙義山の走り屋中里に匠とのバトルを勝手に約束してしまった樹。匠は相変わらずバトルに興味がない。このままではアキナの恥さらしになってしまう。樹は焦り始める。噂はすぐに広まり、池谷たちも騒ぎ始める。追い詰められた樹は事の次第を池谷たちに白状し、ナイトキッズに謝りに行こうとする。お前自分で気がついていねえだけかもしれないけど、本心は車の運転が好きに決まってんだ。やめた方がいいぞ、相手が悪すぎる。悪いことは言わん、 GTR だけはやめとけ。86と GTR じゃ格が違いすぎる。 GTR ってそんなにすごいんですか、店長。高橋圭介や店長に触発され、次第にやる気になっていく匠。俺は GTR なんて別に怖くないですよ。だが家に戻ると86がない。文太が出かけてしまったのだ。迎えに来た池谷と池谷の親友ケンジだったが、車がなくてはどうしようもない。時間だけが刻々と過ぎていく。交流戦開始時刻まであとわずか。だがその時、駆動から曲がる時の向かい深さのリズム、あの音、親父が帰ってくる。早く出てこい、アキナの86。 FR でドリフト決める時代は終わったんだよ。この俺が引導を渡してやら。相変わらずギリギリまで出てこねえ野郎だぜ。もう手ぶりやがって。本当に来るか。やる気がないって本人が言ってたんだ。いや、来るよ兄貴。俺には確信があるんだ。あいつは必ず来る。じゃあな、そういうわけだから車使うぜ、親父。急いだ方がいいぞ、匠。もうギリギリだぞ、時間。いよいよ峠だぞ。ついていけっかな、ケンジ。悪いけどな、池谷。相手は天禄のノンターボなの？左ならともかく、上りでノンターボにちぎられたことはないけどな。こっちも続け！どりゃあ、限界コーナリング！あ、いない？ハチの子が消えた！レベルが違いすぎて参考にならない。どうなってんの？
いない。早すぎねえか。いくらなんでもこのスピード。レベルが違いすぎて参考にならない。たまんねえよ。カーボじゃ絶対出ねえ音だもんな。いない。ついていけねえ。嘘だろ、どうなってんの。10時だ。今さら86は来ませんじゃすんなりと許してくれるわけないよ。父ちゃん、母ちゃん、助けてくれよ神様。何やってんだリツキ。道路の真ん中でへたり込んで。たくみ、来てくれたのか。ごめんな、リツキ。遅くなって。走り屋は車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだろう。